はい、それでは今日もね、素敵な衣装をご紹介させていただきます。もうお分かりですよね。目の前にあるこのでっかいアメジストのドームですよ。で、先日からね、何回もアメジストのドームのご紹介をしてるんですけれども、今回はペアじゃないです、シングルなんですけども、とにかくまあ立派ということで、これをねご紹介のをしたいと思います。で、まだまだアメジストのドームありますからね、それを順番にご紹介のをさせていただきたいと思いますが、ぼちぼちと順番にね、お客様の元に行っておりますから、ぜひ気になる方はね、問い合わせをいただくなり、実際にお店に来ていただくなりしてね、見ていただければと思います。そしてその前にね、まあ先日ライブ動画の告知ということでね、ご紹介のをしたんですけどもね、ご覧いただけましたでしょうかね。まあ僕のね、OBS の先生と一緒にね、ライブの告知動画というものをお届けしたんですけども、今週のまあ土曜日ですよね。まあ一応8時から、まあ8時にはね、スタートできるようには準備しているんですけどもね、まあまあ何があるかわかんないんで、もし遅れちゃった場合は、申し訳ございませんということなんですけども、まあまあできるだけね、8時にはお届けできるようにしたいと思います。で、内容がね、まだ決まっておりません。何をご紹介しようかなっていうことなんですよね。まあ基本は石の告知じゃないよ。石の紹介の動画ですから、まあ何かのね、石をこう、どうですかっていうのがね、こんな石ありますよということでご紹介しようと思うんですけども、やっぱりうちといえばレムリアンということですから、第1回目のバージョンはレムリアンにしようかななんて考えてるんですが、何か皆さんの方からね、こんなものご紹介してくれないかとかね、こんなもの見せてほしいんだけど、なんていうのがありましたらね、まあそれはね、またお問い合わせをいただくなり、コメントをいただくなり、くれたらね、ありがたいと思います。まあそれでは今回は、このアメジストのドームのね、ご紹介のをしていきたいと思います。で、この後に詳細なところをお見せしますけども、これなんとね、40キロ弱あります。重さが。で、とにかく重いです。ね、一人で持つには結構ね、不安になると思います。だから二人がかりで持っていただいた方がいいと思いますよ。とにかく重い。まあこれをね、今日はご紹介のをしたいと思います。まずこれが全体ですよね。立派ですよね。これがまあ玄関ないしね、リビングにあるとそれは迫力が出ますよね。すごくかっこいいでしょ。また形もね、いいですよね。すごくいいです。で、順番にね、下から行きたいと思いますよね。で、今日はね、一人でまたね、光を当てながら撮ってますから、ちょっとね、揺れてしまうかもわからないですけども、ご了承くださいということです。こんな感じになってます。下がね、こんな風になってます。結晶がでかいですよね。すごくね、すごくかっこいいっすね。で、この辺深いでしょ、すごいね。で、結晶がね、大きいです、すごく。で、この辺の横もまたかっこいい。これがこの辺ね、この横かっこいいでしょ、これすごいね。こんな感じになってて、奥がこうですよ。すごく深いですよ。こんな感じね。ここもかっこいいですね。わかりますよね、深いのがね。ちょっとね、今ね、カメラとライト持ってますからね、手が離せないんでね、後でね、また手を離してどれぐらいの深さがあるのかっていうのをね、見てみたいですけどね。こんな感じになってますね。こんな風になってます。ずっとこれがもう上ですよね。ね、こんな感じに、なんかここかっこいいですよね。で、これが一番上ですよね。でかいでしょ、結晶がね。こんな感じで大きいんですよね。で、これがね、高さがね、どれぐらいあるかっていうと、ね、ごめんなさいね、ちょっとカメラ揺れちゃってますけども、どれぐらいあるかっていうと、高さがこれでね、こんな感じなんで60センチちょっとね。で、台座なんか入れるとね、80センチぐらいになりますから、まあ迫力出ますよね。で、横がね、これはね、こんな感じ。30ぐらい。ね。で、奥行きが結構あるんですよ。これ、奥が深いですから、奥がね、これがね、こんな感じになって、まあ、25ぐらいあるのかな、奥行きがね。うん。
構深いですよね、奥行きもね。うん、こんな感じになってます。で、ちょっとこの辺で手を入れていきたいと思います。これね、こんだけありますよ、深さが。もうすっごいある。めちゃめちゃ深いですよね。もうブレスなんかもう余裕ですね。もう何本も置けるって感じですよね、ブレスね。でここがずーっとこれ下がってんですよね、ここがね。うん、でこんな感じでね、結晶もでかいね、すごくかっこいいっすよね。でこの横もね、ここからこうぐーっと奥に入ってカーブしていってるんですよね。こうね、ここがね、こっからね、ずーっと奥に入ってるんですよね。こんな風になってます。ほんとね、めちゃめちゃ綺麗。この辺なんかね、虹綺麗ですよね、この辺ね。どこだ、なんか分かんなくなっちゃいましたね。この辺かな、ね、この辺とか虹出るんですよね。こんな風になってでかいでしょ、結晶がね。この辺なんかもすごい立派ですよね、ここね。で下の方がね、まあ下の方だけってこともないんですけども、ああここね、やっぱりフラワーというか、こうモコっとなってね、いかついですよね。まあ今回のはね、可愛らしいというよりも本当いかついっていう感じですよね。うん、まあ前回のね、筋肉マンのあのドーナツ状のね、アメジストのドームのペア、あれもすごくね力強かったんですけども、これはね今回入ってきた中で一番力強いかもわかんない、ある意味。ここ見てくださいよ、これこんな感じになってるってことですから、すごいですよね。こんな風になって、でこの辺がかっこいいですよね、一番ね。うん、ここもね力強いし、またここがかっこいいですよね。ここがねすごいね。でこういう風にぐーっと奥に入ってるんですよ、これ。ちょっと見えないですよね。こんな感じで奥にここがね入ってるんですよね、すごいね。こんな風に奥入ってますね。でね、この辺の結晶なんかも可愛いですよ、これね。この辺ね、すごい可愛いですよね。でこの辺が見えるかな、奥に。この辺がねカルサイトですよね。で奥にね、こう見えます？剣が状になってるカルサイトがありますよね。ここに見えるかな、動いちゃってごめんなさいね。ここにね、わかるかな、なんとなくわかります？ここね、ここね、ここにねカルサイトきっちりと結晶してるね、ステラビーム状になってるカルサイトがありますよね。すごいですよ、奥、ここでわかりますよね。こんな感じね、この辺にカルサイトもわさわさっとありますね。渋いっすよね、これ。今初めて気づきましたね、あそこまでしっかり立派なカルサイトがあるのがね。こんな感じで、でここがぐーっとへこんでるってことですよね。でこんな感じになってると。カメラがね今日はかなり揺れてしまいましたので見づらかったと思いますから、ちょっと引きでね、こんな感じになってるんだっていうのをもう一度ね見ていただきましょうか。こんな風になってます、すっごい美しいです。で迫力があります、結晶がでかいですからね。でこんな感じになってるとね、高さが60センチ、横が29センチ、奥行き25センチ、重さが 39.4 キロですからね。まあ立派です、ね、でこれがこういう風にず
っと引いていくとこんな風に見えるとね。まあちょっと見づらい動画でしたけども、なんとなくはねこの迫力伝わったんじゃないのかなと思いますから、気になる方はね、まあぜひねこれは見に来ていただきたいですよね。まあ近所の方であればね持っていきますけども、これはねやばい、かっこいいっすね。なかなかここまでね立派なアメジスト出会えないんじゃないですか。これはここの絵も最高ですよね。これねめちゃめちゃ美しい、そして力強い、そして目の前にいるとすごく気持ちいいですね。爽やかな風がね流れてくるという感じがしますよね。もちろんね先ほども言いましたけども、ブレスも置けますしね、丸玉も置けるし、もう何でもいいですよね。この中にお野菜入れていただいたりとか、そんなのでもいいと思いますよ。もう絶対気持ちいいですよね。うん、もうそんなのでもいいですよね。あまり重たいものはやめてくださいね。結晶潰れちゃうと思うんでね。うん、重たいものじゃなくてね、そういう風なね食べ物なんかでもいいかもわかんないですよね。うん、ずーっと見てられますからねこれ。あまり長いね動画になっちゃうと怒られちゃいますから、この辺までにしときますけども、こんな感じの素敵なアメジストのドームもあるということですよね。まあまだまだありますからね、順番にアメジストのドームねご紹介していきたいと思います。まあ、それでは今回はこの辺でありがとうございました。